なりいい感じに見えております。で、春雨がどん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 こう美味しい出汁を吸っていきます。香りがつくんですね。どうも、山根さん、牛です。ということでですね、今回はですね、まだまだ寒いですね、皆さん。最高に簡単に作れる鍋料理でございます。鍋って皆さん、難しいイメージあるんじゃないですか。鍋つゆとか使えばめちゃくちゃ簡単なんですけども、今回の鍋つゆは非常にシンプルなんですけども、めちゃくちゃうまい。具材もシンプル。無限にいけちゃう。無限鍋。僕の鍋料理って結構こってりしたものが多かったりもするんですけども、今回はあっさり系です。あっさりなんだけども、スルスルいけちゃうっていうですね、シンプルな材料で最高に美味しい。無限鍋。これからやってきて。リュウジのバズレシピ。それでは材料紹介いきたいと思います。鶏肉、鶏もも肉1枚 300g でございます。あと、白菜4分の1カットの半分ぐらいで300から 350g ぐらいの白菜ですね。春雨を使ったお鍋ですと、ピエンローっていうのがあるんですよね、中国の鍋で。僕はピエンローの進化系です。すごい美味しい鍋があるんですけども、それをアレンジしたバージョンですね。あと、いつも毎度お出しです、かつお節。もう最近かつお節ハマりすぎて、ほとんどの料理かつお節入る。でもそれぐらい一般のお出汁なんで。ということで、今回は無限鍋やっていきたいと思います。今回無限にいける無限鍋っていうのを紹介するんですけども、無限鍋を作る上で何が重要かっていうと、無限鍋に対抗するためにですね、無限という言葉の意味を理解するためにですね、無限を理解しましょう。はい、ということで無限を理解していきます。無限ということはこういうことじゃい。今回は焼酎なのでもう水割りでいきます。ということで麦焼酎で無限飲酒編始まります。うぱっということでやっていきたいと思います。はい、じゃあやっていきたいと思います。まずね、白菜から切っていきます。白菜はね、まあ、ここ芯の部分はねちょっと切っちゃいましょう。叩きます。叩いて、平らにする。そうすると切りやすくなる。そしたらここから、そぎ切りしていきます。切り口が大きくなるんで、よりですね、煮えやすくなって味を染み込みやすくなります。僕は鍋ってそんなにたくさん煮込まない派なんですよ。だいたい煮込んだとしても10分から15分ぐらいなんで、こういう、切り方で時短で作っていくっていうようなやり方をしております。白菜はそぎ切りにしていきます。これが、ね、非常に食べやすい。じゃあここにね、必ずね、お野菜切ってから鶏肉、切ってくださいね。鶏肉ってのはカンピロバクターっていう菌がついてますんで、肉から先に切っちゃうとお野菜にそれ移っちゃうんでね。お肉のね、鍋の切り方はね、僕決まってます。まず、1枚肉を半分にしてください。で、こうやってそぎ切りしていきます。はい、これがね、鍋やるときは一番このやり方が柔らかい。斜めにそぎ切りです。そうするとどうなるかっていうと、こう鶏肉が薄く広くね、切れるんですね。このやり方、これがね一番ね柔らかく美味しくいただけると思ってますので、半分に切ってから斜め切りです、皆さん。はい、で皮はね、下で、皮下で切っていった方が切りやすいと思います。そして斜めに切っていく。そうするとですね、箸でもつかみやすい鶏肉になりますので、この切り方はね覚えておいた方がいいですよ。その広く切った方が鍋物には向いてます。切り方次第でね、結構ね食べやすさって違ってきますんで、このかつお節ね、かつお節を、まあいつもねやってますけどもね、電子レンジ600ワット50秒チンして、揉んで粉にしていきます。はい、じゃあですね、鍋用意しました。でここに、さっきのかつお節ね、揉んでから入れるんですよ。このままだと鍋使った後ねこさなきゃいけないんですよ。かつお節下に当たるからかなりなんですけど、粉にすることによって鍋にしてもですね、この粒子が細かいので歯に当たらないんですね。そのままこさないで、このままですね、だしパックのだしみたいなね、粉末だしみたいな感じで使えるっていう寸法なんですね。これを池盛りシステムというふうに僕は呼んでおります。はい、ピエンローっていうのはですね、干し椎茸使うんですね。干し椎茸ってあれ戻すのに半日かかったりするんですね。もちろん時間に余裕がある方はこれやっていただいてもいいんですけども、現代人はそんなに時間ないと思います。思い立った時に食べられるピエンロ風の鍋を作りたいと思ってこれを作りました。はい、で今回は、この鰹節ですね。これはですね、イノシン酸っていう風になります。はい、今回は鰹節の旨味で食べる、だから和風ピエンロみたいな感じですね。お水を 450cc、 大元はねこれ鰹節の鰹だしです。はい、
味の素と鰹節の相性っていうのは最高に、なぜかと言ったら本出汁もそうやって作られてるからです。はい、1、2、3、4振り、はい、4振りだけで構いません。お塩ね、小さじ半分、はい、下味ですね、つけていきます。それで沸かしていきます。なんで鰹で出汁取ってんのに味の素入れたのかっていう話なんですけども、大体お鍋のつゆって合わせ出汁っていうのを使うんですね。鰹節と昆布 を使ってやるんですけども、昆布ってちょっとね時間がかかっちゃうんですよ。昆布出汁の成分ってグルタミン酸なんですけども、味の素ってグルタミン酸ナトリウムなんで、これを入れることによって合わせ出汁になるんですよね。ほとんど丁寧に取った出汁と同じような味がします。こいつを煮立てます。で、今回はですね、あのお醤油とか入れない、お醤油に頼らずにこの出汁の旨味で食べていきたい。ここにさっきそぎ切りにした白菜入れちゃう、ね、沸かしてる間に鶏肉も入れちゃう。鶏肉は下に入れないで野菜の上に置いた方がいい。野菜の出汁がどん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 ね下に落ちてね、白菜がうまくなる。僕とかだとニンニク使いがちなんですけども、今回ニンニクは使わない。で、一回この出汁が沸くまで加熱します。めちゃくちゃ簡単だなこの鍋。これにねいろんなのを入れてもいいんです。人参入れていただいたりとか、大根入れていただいたりとか、そこら辺はお任せなんですけども、必須なのね白菜、白菜は入れてください。トロトロに、なった白菜が非常に美味しい。白菜っていうのはお野菜の中でもグルタミン酸が豊富なんですね。だから白菜自体からも旨味がかなり出る。わかりますか皆さん、ちょっと白菜が沈んで水が上がってきて、ポコ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 いっていましたね。ポコ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 いった状態で蓋をします。蓋をして大体ね中火にしていただいて15分ぐらい煮れば、中のお肉、あと白菜がトロッと、いう状態になりますので、15分ね、タイメンを飲んで待っていきたいと思います。はい、それではですね、15分経ちました。開けて、だいたい弱めの中火ぐらいで煮込みましたね。いい感じに煮えてるでしょ、これかなりいい感じに煮えております。さっき春雨、春雨もドーン。春雨は最初に、入れてしまうと煮上がってデロデロになっちゃうんですね。なんで最後に入れてください。春雨っていうのはほとんどがね炭水化物なんですよ。春雨ってダイエットでコンビニとかでよく売ってますよね、春雨ダイエットみたいな。なんですけどこれはね別にね、もともとこれでんぷんなので炭水化物の塊なんですよ春雨っていうのは。なんでダイエットに使われるかっていうと、少量でもお腹を満たせるからなんですね。今回 50g の大量の春雨を入れてますんで、どちらかというとこれね春雨鍋みたいな感じなんですね。で、春雨がどん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 こう美味しい出汁を吸っていきます。で、この出汁の美味しさっていうのは鰹節、あと旨味調味料のグルタミン酸、そして、鶏肉もねこれイノシン酸っていうのを持ってますんで、鶏肉のイノシン酸、イノシン酸と、グルタミン酸を使うとですね、旨味が爆発的に、上がるっていうふうに言われております。春雨はどん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 水分を吸い上げて、美味しくなっていきますので、もうこれでいいです。はい、で最後に、これだけだと素朴すぎるんで、最後にごま油、ね、これはもう本当にペンペンロと同じですね。はい、大さじ1と半分のこのごま油です。はい、これが加わるとね非常に美味しくなります。はい、で香りがつくんですね。で、これ最初に入れないで最後に入れることによってごまの香りがまた立つわけですよ。ということで、はい、こちらで事前鍋完成です。それではできました。いただきます。絶対焼酎、日本酒でもいいんだけど焼酎だね。それではいただきたいと思います。いただきます。春雨とこのトロトロの白菜、このままだと味付けがねちょっと薄いんですね。なんでお好みで塩をかけていただきたいんですけども、まずはこの塩をかけないバージョンいただきます。うわ、うまっ。春雨に出汁の旨味が染み込んでる。甘る。もう塩を振って好みに味付けて、うわ、塩入ると全然違います。味が引き締まる。塩ってどんだけ重要な調味料なのかっていうのが分かるんですね。うまっ。ここでラーの油でございます。はい、こいつを垂らして、絶対酒に合うと思うんだな、鶏肉と一緒に。ラー油が入ることによって辛みがあって非常に酒が進む。柚子胡椒はないわけがないでしょう。柚子胡椒やばい。
これマジ好き。白菜もこの出汁を吸ってトロトロになってるし、うまい。ということで乾杯。いただきます。まず一口このまま食べていただいて、そっからのお塩を、お、はい、入ります。うまいですね。乾燥のままぶち込んでおくことによって、うん、汁が全部この春雨に吸収されるから、春雨自体に味がすごい。確かに。一つまみ振っていただいて、飛ばれますね。キュッとなる、締まる感じの。シンプルだから何でも合っちゃうんだよね。ラー油も合うし、塩も合うし、おいしい。柚子胡椒が一番うまい。合う。最後でしょ、うん、味付けがすっごいシンプルに作ってあるから、だからどんな調味料も受け入れてくれる、うんうんうん、山椒とかもいいし、ホワジャオとかもいいし、うん、とにかく何でも合う。作った後にいろんな形で味変できるから、結果無限鍋になる、うん、無限に食える無限。なるほどなるほど。どこが無限なんだと思った方、これが無限なんです。無限の可能性を秘めている無限なんだ。なるほど、はい、でも作り方めっちゃ簡単だから、ほらね、やってもらいたいですね。ぜひ試してみてください。